ベニテングタケは長く多様な高精神的な使用の歴史を持つ。民族菌類学は菌類の歴史的な使用や社会学的な影響の研究であり、民族植物学や民族生物学の解分野とみなされている。理論上は加工や薬としての薬用キノコや食物も含まれるが、マジックマッシュルームやベニテングタケ、バッカク菌のような高精神性のキノコや、 菌類の研究が多い。アメリカの銀行家のロバート・ゴードン・ワッソンは、1950年代に、この分野の研究の先駆者となり、彼は、妻と共に、クランデロのマリア・サビーナによるマサテコ族のキノコの儀式に参加し、西洋で最初にそのことで記録されたものとなった。生物学者のリチャード・エバンズ・シルテスも、また民族菌類学者の先駆者とみなされている。 後の研究者には、テレンス・マッケナ、アルバート・ホフマン、ラルフ・メツナー、カール・ラック、ブライス・ダニエル・ステープルズ、ジョルジョ・サモリーニ、キー・ウェイ・ディ・ニクウェイ・ペシル、ジョン・マルコ・アレグロ、クラーク・ハイン・リッヒ、ジョナサン・オット、ポール・スタ・メッツなどがいる。近類学的な童貞に加え、民族近類学は、人類学と文献学の大きな文脈によるところが、大きい。 民族菌類学者における主な議論には、インドアーリア人の古い文献、リグベイダに登場する相馬は、ベニテングッタケなのではというワッソンの仮説がある。これに続いて、他の古代の文化における、高精神性キノコの使用法を特定するための信頼性について様々な似たような試みが行われてきた。他によく言及されるのは、 およそ紀元前1500年から西暦396年の間の古代ギリシアにおけるエレウシスの悲劇での秘跡であるキュケオンについてである。ワッソンは歴史的なキノコの使用がそうした儀式と伝統でのシャーマニズムの促進薬、あるいはスピリチュアルな体験の核だとみなしているが、マッケナはさらに進めて白シ,シビンの摂取がおそらく言語と文化の形成につながったものだと位置づけ、 幻覚性キノコを善悪の知識の木の原型だとみなしている。1990年代には、英部文化において、サイケデリックリバイバルとの組み合わせで、マジックマッシュルームの娯楽的な仕様が盛り上がりを見せ、簡単な培養方法へと改良され、キノコ自体とそうした情報はインターネットを介して広まった。こうした、キノコの仕様の舞い上がりは、民族金類医学の大衆化を流し、 ウェブサイトや掲示板などでのクリスマスやメルヘン物語の象徴的意味についての議論をもたらしている。ありがとうございます。